じゃあこんにちは、豊高さん。この動画でもやっぱり野球選手の誹謗中傷とかヤジの問題を取り上げたことあると思うんですけれども、この度あの野球選手だけじゃなくてさ、はい、この度オリンピック、でもひどいな。ひどかったですね。なあ、ひどい。誰かが泣いた、うん、泣いたことによってそれをつついたりとか、同じ国の応援すべきあれなのにっていう、まあ、他の国でもそうよ。そんなことしちゃいかんよ。本来そうですよね。まあ、あのオリンピックでもね、今後ちょっと取り締まりを強化していくみたいなことも言われましたけれども、中でも DeNA の関根選手がその誹謗中傷の開示請求を認められたということで、はい、関根選手の X で弁護士の方が、はい、説明していて、もう全部吊るし上げたらよ、もう、もうあのまたね、これ吊るし上げるのも今できないらしいんですよ。あ、そう。逆にそれも誹謗中傷になっちゃうらしいんで。誹謗中傷だよお前。目には目をだよ。本当そうですよね。って思うけどね。ハムラビ法典だっていうのも。まあまあだけど、まあ喧嘩してもしょうがないし。ただやっぱり大きかったのは、その中で、弁護士の方が今回8件中8件が開示請求通ったということで、その8件分一応名前のところは一部伏せて、ただアットマーク以降は載っているので、自分がやったっていう方はもうそれを見れば分かるんですけども、すぐ消すんだろ、多分もう該当 X ポストは消すぐらいだったらすんなって、消してるんですよ絶対に。ただこの8件中の8件見ましたけど、本当にひどいですね。その足にデッドボール当たってない、当たったという時のその X への誹謗中傷だったんですけれども、例えば当たってねえじゃん、関根なんとかだとか、そのまあね、死を連想するような言葉であったりとか、キモいとか、あと消えろとか、球審と一緒に消えてくれとか、試合できない、できない、本当できないですよで、そうなんですよ、こういうのが一応まあ、ストレスも溜まってんだろうな、いろいろね、まあ、だからといって許せないけどね。いや、そうです。これをその相手方、関根選手の X のところまで飛んでいって、わざわざ見えるところで言うっていうところ、もうなんかこう、で姿を表して言えないじゃん。そう、そうすると言えないんだと思います。そうだろ、ただ黙ってる、はい、そうで、アイコンも他の選手の全然関係ない、なんか鈴木誠也選手がとばっちりだと言われてて今。いや本当だよな、鈴木誠也選手のアイコンのどなたか一人だり、あんなにもね、本当に訴えられるようにしときゃいいのにな、うん、本当そう思います。本当だよ、あのアイコンにしたってさ、そう、勝手に、そうだと勝手に使ってな。そうなんです。で、名前も本名じゃなくて、なんかね、みんな全然違う名前でやってるっていう。まあ俺の YouTube でもあるけどね、コメントでね、とんでもないのがね開示請求しようか、そう、うちらも、そう、できます、もちろんなあ、うんうん、いや本当に、もちろんそうなん、まあ、弁護士もいるしね優秀ないやいや本当に、いやそうなんです、優秀な弁護士もいるし、はい、いや本当にしてやろうかなって思うような、そう、ひどいことがある、ありますよね本当に。で、関根選手以外でも NPB に所属している何名かの選手はもう開示請求などの相談が来ているということなので、去年だったかな、青柳選手も確かね、誹謗中傷について球団を通してやめてくださいというのに言ったにもかかわらず、本当に減らないっていう、なんかあのね、文句言ったっていいんだよ、うん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 、ね、でもさ、いや足出してんじゃんって、足出さないでおこうよとか、うんうん、いや俺には足が出てるように見えたとか、あ、それはいいですよね、いやそんなんだったらいいけどさ、うんうん、まあだけどなんていうの、本当に死を連想させるようなさ、消えろとかさ、消えろとか、それひどくないかって、いやひどいですよ、お前言われたらどうなんだっていう話だよね。いや、そこなんですよ、全く分かってないんですよ、ね、そういうことが、うん、そうなんです。プラスアルファ、例えば平内投手、プラスアルファ、はい、どういうプラスアルファ、プラスアルファ最近で言うとなんですけど、まあ、平内投手、森下選手との投球のことについても、平内投手も今、まあ、SNS で言われているということなので、その例えば居酒屋でみんなとなんかうちうちで話すとか、居酒屋行かないんだよ、そういうやつは。一人なんだよ、なんかカタ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 やってね。そうね、もうパソコンの中が居酒屋だから。なのか寂しいけど、寂しいですね、それはそれで。とか、なんかこのうちはトークで、ね、いや昨日のあれこうだったよね、ああだったよねはあると思うんですよ。もうね、人の心だよ、うん、ね、人のこう会話だよ、うん、人とのね、はい、だから人間って結構ね、変態で残酷なんだよ、うんうんうん、持ち合わせてるものっていうのは、はい、それがね、やっぱ素直に表現されてるっていう、うん、多分そうだと思うよ。
多分人間って変態だから、うん、大体が、うんうんね、でやっぱ考えてることって残酷なこと、うん、人の平和より人の不幸を願うから、うんうんうん、まあ、大体そうだよ、はい、ね、平和な話って長く続かないの。不幸の話っていうのはさ、根掘り葉掘りさ聞くけどもさ、うんうん、やっぱそういうことなんだよ、うん、でもそこはモラルが人間としてのしっかり保たないと、ね、これ崩壊していくぞって人間が、本当そうですよね、ネット界が崩壊していくって、うん、だからやっぱりしっかりした言葉遣いであったりだとかさ、やっぱ常識を持ってパソコンに向かおうよ。本当そうですよね。いや本当になんかそのこの言葉今一瞬パッと思いついてパッて書くんじゃなくて、この言葉書いたらその先にいる相手どう思うかなとか、なんか考えずに思ったらすぐ行動、思ったらすぐ行動になんかなっちゃってるのかなっていう。何をお前が腹立てんだっていう感じ、うん、そうなんですよね、うん、確かにと思うよ、うん、そのコメントだってそうだよ、ここの、うん、本当そうですね。お前全部見てねえだろみたいな、うん、ね、うん、それは全部隅々まで見てねえよ、うん、そんなことは分かってるよ、うん、でも見れる範囲でしっかり見て一生懸命やってんだよ、うん、こっちも。そうで、ね、元やっぱりね、ファンとそうじゃない目線って絶対あるわけなので、そこは。いやでもね、応援してくれる人のメッセージを見るとさ、うんうん、すっごい心が温まるし、ほっとするよ。ね、ただ不思議なもので100の称賛してくれるとか励ましてくれる言葉よりも、そこの中に1個あるそのネガティブな言葉の方が人間ってずっと心に残っちゃう。そうなんです。消しちゃうから。消しちゃうから。最近はやかましいアホよ、うん、でも本当そうだなって、やっぱネガティブな言葉ってずっとやっぱ100のそれを書き消すいい言葉よりもさらに上回ってきちゃうので。でもね、うん、勉強になるときは、うんうん、まあ、確かに、あ、思い当たる節があるって思えば、うんうんうん、これは忠告だなと思って、うんうん、ありがたいなっていう、こういう忠告はね、うん、まあ、そういうふうに受けるようにしてるし、うん、まあ、こう見たりとかもするけども、あ、こいつなんだって、うんうん、ふざけんなボケ言って、うん、消す消すす、うん、そうですよね、うん、だから明らかな誹謗中傷。でもこれから開示請求してみようかな。あ、でもそれも手ですよね。いや本当に、うんうん、明らかにひどいもの。本当に居場所が分かったら行ってみようかな。そうですよ、 YouTube のチャンネルと持ってそうです、どういう意味やねんって聞いてみようかなと思って。その場合はあのモザイクかけずに、まあ、かけるわけがないよ。そのまま突撃。あ、でも そしたらまた、そうまたあれでしょ、はい、個人情報とかでしょ。そうで逆誹謗中傷とかになったりも難しいって。イライラするな、うん、ただこういう風にされてる方って開示請求までいかないだろうとか、他の人も書いてるから、同じこと書いてるから自分だけ行かれることないだろうっていう風に思ったり、ね、まあ、人としての常識だよね。うん、本当そう思います。まあ、そういうものをやっぱ持ち合わせて、うん、まあ、しっかり書いていかないと、うん、コメントいただけるのっていうのはすごくありがたいことだよね、うん、やっぱこう誰が読んだって気分が悪いような、本当ですね、まあ、そういう言葉遣いであったりだとか、まあ、そういうのは許せないな、うん、この言葉を関根選手とかいろんな選手に当てて、その選手がどういう風になってほしいっていう風にこういう人たちと思ってるんですかね。例えばキモいとか死を連想させることを送って、じゃあ関根選手にあなたどうなってほしいんですかっていう。あのね、関根はね、なんでこういう開示請求したかというと、あいつ会社組織を立ち上げるんだよ、福祉の。あ、そうなんですね、うん、まあ、そういうことで、やっぱりそういうことがあったらね、自分が代表者としてやっていくのに印象が悪くなっちゃいけないし、うんうん、とやっぱこうそういうところに行ってる生徒たちも、うん、やっぱ守らなきゃいけないというね、うんうん、立場にあるから多分開示請求したと思うんだよ。あとやっぱりその弱い立場だったり言われたりしてる立場の人の気持ちも、そうそうそう、いや、うん、いやだから分かるんだよ、分かるから立ち上げてるわけだから、うんうんそうね、だからまあそういうことで立ち上げてるからね、うん、まあ、本当にそっとっていうか、うん、応援してあげないかなと思うね、逆に言えば。本当そうなんですよね、うん、まあ、逆に言えば足出してでも貢献度になるんだったら、それで金稼いでそこに投資したいぐらいの感じだよ。そんなこと言ったらもっともっと足出せ、左も出せみたいな、そんな感じで応援してやらないと。そうだったら昔のね、骨の選手とか自ら当たりに行ったりとか。昔はなかった。しませんでした。昔はね、うん、プロテクターがないから、うん、痛いのか痛いんだ。今プロテクターがあるからこうやって平気で出すよ、うんうん、それはないのか。そんなのはあかんけど、ほら、あと達川さん、ほら、当たった当たったって言って、あれは嘘つきだでもなんかそれも一つ
つ珍プレーになったりとか、いやまあそういうので、うん、まあ、しのぎ合いで戦ってたけどね、それが楽しい世界だったけど、昔だけど昔が、うん、昔こういうのがあったら SNS が大変なことだったと思う。昔も豊さんやっぱりありましたよね、そのトレアジって。あるあるよ。どんなこと言われました？いやハゲとかボケ。それはダメですよね、絶対。いやバカ、何ハゲだボケ。トイレ の, あの鏡でこうやって確認してた、うん、あちょっと薄くなってるかみたいな。まあそういうことはあったけど、はい、まあだけどやっぱそうだな、まあヤジなんていうのはやっぱこっちが悪いと思ってるから打てないとか、まあ、例えば打てなかったし、うん、期待に応えてないからね、うん、まあ、それだけ期待してくれたんだなとは思うけど、うん、まあだけど言っていいことと悪いことってあるし、まあハゲぐらいはいいじゃん。でも嫌な人は嫌なんですよ、やっぱり。ああ、そう。そうそうそう、そうなんですよ。だからね、そう感じ方によってもまた違うのかもしれないですけれども、ただ、まあ、難しいな、これはな、うん、なんかプレーに対してなんだそのプレーっていうのは別にいいと思うんですけど、まあなくならないよね、これはね。まあいたちごっこだと思う。いやだけど誹謗中傷を受けて亡くなった方とかね、うん、いますね、うん、自分の命を絶った人とかも中にいたりとかするよね、うん、そういうニュースを見て、うん、なんとも思わんのかねと思うよ。そこなんですよ、本当にそれ思います。いやだから人としてモラルっていうのは崩壊してるのかっていうか話だよね、うんうんうん、いやもうそんなことにはならないだろうと思って誹謗中傷してるのか。多分そうだと思います。自分だけは違うだろう、自分だけは見つかんない、自分で相手もこのぐらいだったらそういうことにならないだろうって思ってるのか、うん、それをやることによってメリットは何なんだそいつの自分のストレスの吐き口、うん、もうそれだったら海飛び込んで泳いどけ、そうそうとかジム行って汗流すとかなんかこうデートするとか。デートもいないだろうなそんなやつ、うん、っていう風になっちゃいますよね、うん、関わりがないのかな人ととかね、うん、だから居酒屋トークって居酒屋行けないんだよ多分。もう行かないんだよ、カタカタとここだけにの世界になっちゃってるんですかね、うん、でもそういう人がなんか自分の隣に、でもそういう人ほど、うん、そういうことに関しては多分ニュースとかも見てると思う。見てるのかな。いや絶対見てると思う、うん、ネットサーフィンするでしょ。しますね。でニュースは見ていくでしょ多分、うんうん、それ見つけてあこんなことはダメだみたいな。逆にすごいマインドですっ、ね、て。いやいやこんなやつはこうやって言っといてね。すごいな、うん、送ったから送ったでも送った先にはあなたも開示請求されて、まあ罰金ももちろんありますし、でもやっぱり人が亡くなるほどの影響力があるっていうことを考えるとさ、うん、やっぱうかつなことはなかなか言えないと思うしね、うん、言っちゃダメだし、うん、本当そうです。自分が言われたらどう思うのかな自分の家族。まあ置き換えの法則だな。自分が置き換えてそういうふうに言われたらどう感じるかだよね、うん、まあめんどくさい世の中だな、ね、なんかもう自分のね生活がねこう豊かで幸せだったら一番いいのに、そういうところに使うって。ネットもさ、うん、自分の顔写真嘘なく、本当そうですよ、ね、ポーンと出てくるような、うん、そういうシステムにすればいいのな。本当だからこうやって公に出てる人じゃないと、パソコンを購入した時点で、うん、顔認証されて、うん、じゃないと立ち上がらないと、うんうんうん、でメールアドレスとか、うん、そういう SNS とかアカウントとか、うん、あの入れたとしたら、うん、必ずその顔写真が出ると、うん、出てくるとか ねそうですよね。それで打って送ったら、うん、顔写真のページに飛んだら、うん、あこいつかみたいな、そう分かるように分かるようにすればいいのにな。本当公に出てる人が、そしたらどのぐらい減りますよ、そういうものが出てくるのかね。めちゃくちゃ誹謗中傷減ると思いますよ。減るよな、絶対減ります。そしたらね、うん、これ犬のあそういう顔絶対やると思うそこまでして言いたいかみたいな。いやでも犬とか、うん、もう AI が判別するから、うん、もう人の顔じゃなきゃダメダメと。あで指紋と顔が一致しないとダメとかさ、もうそのぐらい取り締まったっていいですよね。いやいや取り締まっていいと思う。そうですよね。選手たち公に出てる人たち言われてなんぼとか、そのぐらい我慢した方がいい、そういう人は相手しなくていいっていう風なのは一昔前ありましたけれども、やっぱり同じ人なので言ってはいけないこと、してはいけないことっていうのは平等にあるわけで、うん、いや面と向かって言えることだったらいいよ、はい、面と向かって言われないこと、うん、だからネットで言う、うん、それはちょっとな
卑怯ですよ。考えた方がいいな。本当そうですよね、うん、でもこれを機に本当にあの選手だったりとか、ね、スポーツ選手だったり公の人たちへの誹謗中傷っていうのが本当に一つでも少なくなればいいなって思います。気をつけようなあどうします、あのコメントがいいコメントでずっともうね、豊さんの YouTube もなったらいいですよね。まあまあそれはそうだね、うん、それは気持ちコメントが減るのは嫌だけどねそれはね、嫌だけど、うん、まあまあでもね、本当にお前何様だっていうやつがいるからね、中にはいるんですよね。いや本当に、うん、だからもう一度自分の発言とか行動をきちっと見直すっていうきっかけになってほしいですね、まあ、そうだね、はい。